アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、赤羽ももです。今回初めて、ファースト DVD を出させていただくことになりました。結構ファースト DVD なのに、結構自分の好きなことをやらせてもらえて嬉しかったです。グラビアだけじゃなくて、私は普段コスプレもやったり、いろいろサバゲの方でも活動してたりと、結構幅広くいろんなことやってるんですけど、それをなんか一つの DVD に全部詰め込んでもらえたって感じで、サバゲの格好してみたり、普通の水着着てみたり、ランジェリー着てみたり、あとコスプレ衣装も着てみたりと、すごいもう盛りだくさんになってるので、ぜひ皆さん見てください。一番楽しかったことは、あれですね、パリピ、ちょっとギャルの格好をさせてもらったんですよ、ビキニで。もうフィッティングの時からそのビキニ、ピンクのビキニが一番お気に入りで、で、シャボン玉で遊んだり踊ったり、プールに入ったりで、今年私の中でも初プールだったんで、すごい楽しかったです。一番印象的だったことは、温泉ですね。すごい温泉が何個だろう、 1,2,3,4,5 個ぐらいあって、一つのところに。そうそう、温泉がめちゃくちゃ綺麗で良かったですね。私温泉すごい好きで、普段から結構温泉とかサウナとか行くんですけど、5個も露天風呂あるところはなかなか珍しいので、すごい良かったです。あと桜もなんかこの時期なのに桜も咲いてて、そう、今そうですね、なのに桜咲いてたのがすごい、こう桜の散った感じと温泉といい感じに綺麗に撮影できたんじゃないかなって思ってます。この作品のおすすめポイントは、この作品で多分赤羽ももを知ってもらえるってところが、もうおすすめポイントっていうか、もう全部なんですけど、私は普段グラビアやったり、コスプレやったり、サバゲやったり、もともとギャルだったりっていうのを全部一つの DVD に詰め込んでもらえて、結構自分の好きなことをこの DVD に詰め込んでもらえたって感じなので、これを見てもらえれば、ちょっと赤羽ももの好きなこととか、やってきたこととか、今やってることが分かると思うんで、そこがおすすめです。オフの日の過ごし方は、もう極端なんですけど、結構私アウトドアでもあり、インドアでもあるんで、すごい外に出かけて、アウトドアの時はスノボしたり、サバゲしたり、あと脱出ゲームに行ったりとか、結構こう体を動かしたりすることが好きで、どっかに旅行行ったりとか体を動かしたりしてます。でも家で過ごすことも全然大好きで、家で過ごす時はもうひたすらゲームやったり、アニメ見たり、ドラマ見たり、映画見たりしてますね。が普通の普段の家の過ごし方です。理想のデートプラン、これ難しいな。2つあるんですけど、もしなんか外に、出かけるんであれば、なんか買い物とか、旅行とか、でも、なんだ、どこでも基本楽しめる相手の人が好きなんで、そんなどこでも楽しめる男性が好きですって感じです。で、家で過ごすときはあんまなんかベタベタしてるのが好きじゃないんで、お互い結構違うことやってても大丈夫ってぐらいの関係の人が好きですね。なんで、家で過ごすときはお互い違うことやって、たまに数時間後に一緒にゲームやったりとかして、またお互い違うことやってっていうのが好きなデートプランです。座右の銘は、もう私ソフトボールやってきたんで、一級入魂です。これは、なんか私2つの物事を同時にやることが本当に苦手なんですよ。なんで、もう一点集中で、今日はこれやるって思ったら、それをやるっていうのを決めてやることが、自分の中で大事って思ってるんで、一級入魂っていう感じです。ソフトボール始めたきっかけは、
お父さんが、スポ少っていうスポーツ少年団っていう小学校の、ソフトボールチームの、コーチだったんですよ。でそれでお父さんに教えてもらってソフトボールを始めたって感じでした。はい、プロ野球で、応援してるチームは、私あんまりプロ野球見ないんですよ正直。やる方がどっちかって言ったら、何でもスポーツ見るよりもやる方が好きなんで、あんま見るスポーツを見るってことがないんですけど、でも好きなチームは、この格好で言うのもなんですけど、阪神です。めちゃめちゃちょっとジャイアンツで格好してます。けど、一応これは、お父さんが阪神の推しなんで、一応自分も阪神って言ってるだけで、特にこだわりはないです。はい。学生時代のポジションは、セカンドでした。セカンドは、実はソフトボールで一番走るポジションなんですよ。一見外野が走るって思うんですけど、全部セカンドって全部の外野のカバーに入んなきゃいけないのと、バントがあるとファーストかセカンドかどっちのベースかに必ず入らなきゃいけないんですよ。あ、バントがなくても基本、バッターが打ったボールが出たら基本どっちかのファーストベースかセカンドベースかどっちかにつかなきゃいけないので、必ずどっちかに走るっていうことがあるのと、あと外野の全部のカバーに入らなきゃいけないんで、実はソフトボールだと一番走るポジションで、でも体力だけはすごい自信があったんでセカンドだったんだと思います、当時のコーチに。はい。はい。今後挑戦してみたいお仕事は、私やっぱりそのアニメが好きなんで、まあ、2.5 次元系の舞台とかをすごいやってみたいなって思ってます。はい、そのアニメのなんかキャラクターの役になりきれるっていうのは、なんかちょっとコスプレに近い部分があって憧れではあります。ファンに向けて最後一言、いつも応援してくださってありがとうございます。この DVD をきっかけにしてくれた人は、初めましてなんですけど、これからも、精一杯一級入魂で、一つのことを集中しながらいろいろやっていきたいって思ってるので、応援よろしくお願いします。これからもいろんな赤羽ももをみんなにお届けできたらなって思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。